吉田さん同窓会ですかまあ楽しいですよね私の場合はね高校の同窓会に10年ほど前に行った覚えがあるのが最後なんですけどもどういうのかなあの高校の時ってまあ違いはあってもほぼ一線なんですよねまあ当時はだいぶ周りの人と自分は違うなってそれはそれでそのわずかな差の中で感じるんですけども今ね40とか50になって振り返ってみると まあ高校生なんてまあ隅から隅まで同じようなもんだなっていうふうに思えるところがあるんですよね。でそれに比べて40代だか50代になってくると人生の枝分かれっていうのはかなり激しいじゃないですか。あの家を持っているもの持ってないもの正社員で働いている人非正規の人それから離婚した人とか子供が大きくなった人とかいまだに独身っていう人もいればね。うん。やっぱ収入も違うし住んでるところも違うしあの似たような。 人生を10年20年続けてきた人もいると思えばあの違う人の人生を歩んできたかのように、えー、ルール転々としてる人もいてねなんかそれは面白いなと思いましたで見た目もあの同窓会に行くまでは当時のね学生服を着た時の気持ちがあるんですけども行ってみたらおじさんとおばさんの連中で「うわみんな老けたなぁと怖いなぁこいつら」と思ったりねしながらね あの懐かしさにふけったもんですけどまあ私は別に学校の人とね仲良くする瞬間ってあんまりなかったんであの名前と顔が全然一致しなかったんですけども、まあ、それでもねあの時間が経ってみると、まあ、他の人はどっちかっつうとねあの浮いていた私のことをよく覚えていてくれてそれなりに親しげにしてくれましたねでちょっと救われたところがありました、まあ、つまり直接話さなかったけど遠巻きにあいつキモいよねみたいな感じで勝手に噂してたんだろうなと思いますまあそれもんかね 存在の一つだなななとというふうふに思っっったたたころはあったりなかったりかんですけどねまあでもおしなわいてみて、まあ、私もね吉谷さんと似たような気持ちからかわかんないですけどもあの同窓会に行ってもあんまり言うことはなかったかな例えば収入のこととか家のローンのこととかね全くお同じような悩み持ってないんでやっぱ家のローンの話になってくると、まあ、私はローンがないんでその代わりにね家のローンのつもりで。 他のどこにお金を使ってるからちょっとまあ闇っぽいかなというところもあるしでどっかに勤めてるわけではないですしねそれから子育てのことも,もほぼ24時間子供と一緒にいる私からするとなんかねいつの間にか子供は育つよねっていうのにはなかなか同調できなかったりねうん、そうかなみたいなね日々自分でやってることをやっていたら日々の変化 がね、いつの間にかっていうふうに思えなくなってきたりとかもう感覚がねその辺は違ううかなと思うんですよまあでもね、うん、私も自分の人生をこうやって歩みながら大半の人は違う人生なんだろうなと、うん、やっぱ、ね、言ってみれば私も似たような人生のうちの一人ではあるんですけども極めて違う点と言えばいくつかねあるなっていうそのぐらいのもんなんでしょうね。 だからあの分からないでもないけど共感できるかどうかって言ったらね共感はできなかったりねまさに自分が多分生涯体験しないようなことでしょうからね会社の上司は部下に挟まれて中間管理職がきつかったりとかそもそも会社をクビにならないようにあの手この手シックハックしてるっていう状況も私はどっちかって言うとね吉田さんと同じようにどっかの会社に属してるわけじゃないんでその会社をクビになる恐怖ってのはないですよね。 で、出世したいという欲もないしもう入社した時から社長ですからね自分の会社っていうのはだからライバルと同行っていうのもないですしね派閥もないし何にもないなってっ寂しくなってくる名刺すら持ってないというね名刺すらないですよ私は <laughs> どうしましょうまあ名刺なしでもこういう人生送れますからねいってらっしゃい